ヒューゴ5対ユリアン5、現在何対何ですかこれは。ちょっと確認しますね。さあお互い副将同士ということで、副将同士、副将ニートと、はい、はい、ニートとクボタンですね。ニートのユリアン対クボタンのヒューゴです。さあ試合の方が現在先にニートが先制していくが、ここはクボタンが取り返していく。1対1、ヒューゴユリアンでも競りますか。はい、さあ試合は1-1で煮詰まっているのか。さあ画面端に追い込まれたな、ニートだが、ここは EX セットで切り返す。チラシ、さあタックルをしミートで捨てていく。パーフ大パン、ヘッドで暴れて、さあエイジスからの、ここはガードブローに行けなかった、投げが通っている。次はブロッテ、さあ体力はヒューゴ大幅有利だが、ユリアンの爆発力にも、ユリアンの爆発力があれば全然まだ巻き返しは可能。さあダッシュ中足を投げで吸って、ヘッドが通る。最後は中足。さあ、また解説席の方には先ほど急いで行ったラオウさんが戻ってきてまいりました。どうもありがとうございます。やっぱり俺の解説、俺の助言で勝ったぞ的な感じでした。いやまあそう言いたいんですけど苦しかったですね。さあそういったところでヒューゴ対ユリアンはもうユリアンが追い込まれて、大将がチャコユリアン対、クボタンの副将ユリアンヒューゴ、どうでしょうユリアンヒューゴ。いやこれは実はすごい難しい組み合わせなんですよ。なるほど。このユリアンのミドルがだいぶ近寄れなくて、ヒューゴ側もなかなか寄れないんですけど、まあ、寄ってしまえばそうですね。クボタンはですね、はい、ギガスがすごく上手くて、ほう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 、ユリアンにこそあまり寄れないんですけど、かなりプレッシャーあるプレーです。なるほど。シャコもね、シャコユリアンもかなり昔からやってるプレイヤーですので、対策漏れとかないと思うんですが、さあ壁がちょっとこれは体力が厳しいところなのか。さあせっかくラオさんに来ていただいたんで、はい、決勝1位抜けしましたが、注目してるチームとかありますか。注目してるチームはキングギドラとユンファイブでしょうね。ああなるほど。でもその強いんですけど、例えばこのヒューゴと、もう今決めましたけど、はい、ヒューゴもユリアンも全然その2チーム荒らせる強さですよね。なるほどなるほど。次はもう決勝 K1 方式になりますけども、どこ狙いですか。うちは、まあ、キングギドラですね。やはりキングギドラの首を狩りに行くと、はい、さあチュンリーはチュンリーで倒すというラオウさんの一言ですが、さあクボタンがリーチをかけた。かかりましたねリーチ。これはそうなんです。これヒューゴ側がリードするとユリアンも結構攻めるのきついんで。なるほど。最初が大事ですね。なんだかね減りますからねヒューゴの技は。はい、さあすごいところでリプリアが当たった。バスケットみたいな感じになりましたわ。あこれ厳しいか。あれですね、ヒューゴが空中くらいになった後下段も完全無敵になるという。そうなんですね。いわゆるバグ技ですね。割と立てられにくい。うまい。サコユリアンうまいですね。そうですね。ブロッキングされた時に上壁を出せればフォローが効くので、ゲージもないのでもうなることがちょっと厳しいか。さあこの状況はちょっと厳しいでしょうか。さああのミドルがやはり効果的ありそうでしたね。さすがにここは。さあ大将戦になりましたので、ここは一回実況に戻しましょうか。了解しました。さあ残った大将はヒューゴ側が、さあエバラヒューゴ。さあエバラヒューゴは大会といえば強いですからね。さあ現在プレクーペレーションカップ、プレーオフやっております。現在10チームが、お互い、1対1の5本1対1を5セットやって、勝った方はそのまま決勝リーグに抜けれるという状況です。そして現在ユリアン5対ヒューゴ5、対象同士の戦いになっている。さあチャコユリアン対エバラヒューゴ、 SA を決めて、さあ試合開始。
開幕は下がるユリアに対して徐々に進めていくヒューゴ、大足が通る中盤で対空、さあチームメイトの元気が飛ぶ、大足大足、さあ少しずつ寄せていったら今度はユリア側、エイジスのゲージが1本溜まってここで発動していく、相手の前で壁を張りそこから2択をかけていくのがユリアンの基本戦法、中足そして一度距離を離してここはヒューゴ側が押していく、画面足かかとで対空していく、もう一度かかと、そしてエイジス再び2択をかけていく、ダイヤシテリブル体力を奪ってもう1枚張っていく、一度引っかかって浮いてしまうが、ダイヤシがガード、さあ台形通るがバブはガード、体力は有利を取っているが台形通って、さあコパンヘッド、ここは無理し、あれはもう確定ですね、はい、しっかりと甘えずにゲージを吐いて殺していった。さあ第2ラウンド開幕はダッシュ投げ、さあお互い相手の技の距離を分かっているのか、牽制技をブロっての反撃合戦、大足さあ肘で対空して、ここは再びゲージを貯めてダメージを奪っていく、シャーウィチューパーガード、さあここは相手の牽制を読んだか、ハンマーを打っていく、ボディからのミートスカッシャー、バームブロってタッチシューパーガード、さあ画面端にいるユリアンだがここはエバラヒューゴは逃がさない、ダッシュコパンで止めて大足、さあヘッドで潰してここはさあガードフのエコー追って玉コンボから肘しっかり決めてゲージも止まる、さあ引っかかってしまう、これはガードの、さあ一度空中で暗い逃げをしている、さあタッチ中継最後どうなる、いやー EX 盛り上げますね、最後ハンマーマウンテンを受けてたのはエバラヒューゴ、これ分からないですよ、分からないですね、最終ラウンド、エバラ君勝負強いし集中力すごいですね、今のハンマーは素晴らしいです、さあタックル、ユリアカ再びゲージが溜まっていて投げが通る、さあチャコがユリアン側も無理をせずにエイジスを盾にダメージを少しずつ奪っていく、そしてヘッドで暴れる、怪しいユリアン側再びゲージが1枚、タックルからエイジスリフクター、立ち台パンが当たってテリブルスマッシュ再び1枚、さあ手前張りからタックっていく、ここはアママウンテン引っかかってしまう、いいアクセント、タックルタックル、さあ残り0ドット、最後はタッチ中継、勝ち上がったのユリアン5、最後の最後で EX ヘッドに引っかかっちゃいましたね、あれがどうしてもそれまでほとんど打ちませんでしたからね、いい EX ヘッドでしたね、そうですね、僕もユリアン